どうもこんにちは、 P さん的存在です。いやーいいよいいよこれいいよ。ということでね、最近ね僕ねちょっと贅沢をしてて、何を贅沢してるかっていうと、こちら目薬なんですよ。ロート製薬から出てる V ロートプレミアムってやつなんですけど、この V ロートプレミアムって4種類ぐらいね出てると思うんですけど、そのシリーズの中で僕はこのブルーのやつね使ってるんですけど、ものすごく良くて、今まで、そんなね高い目薬使ってきてなかったんですけど、これはちょっと高くて千何百円するんじゃないかな多分。端的に言うとちょっといいね目薬なんですけど、やっぱり最近パソコン作業とか多くなってるじゃないですか皆さん。あとはスマホ、スマホで動画とか見るでしょ、ゲームするでしょ。でそういったね疲れ目にね試してみてください、この V ロートプレミアム。僕最近使ってるんですけど、ものすごくおすすめです。ということで、今週もよろしくお願いします。さあ今日はねメッセージたくさんいただいております、嬉しい。まずはミカさんからですね。 P さんこんにちは。こんにちは。米子のエモーション以来、ミュージックエモーション以来、ラジオも毎週聞かないと落ち着かない私になり、ありがたいね。ユビ先生はもちろん、新たに大好きになったユーヒーさん推しになりました。これは嬉しいよ。聞きました？新たに大好きになったユーヒーさん推しになりましたっていうね、嬉しいね。ラジオとか、このラジオがきっかけで、ライブもしたじゃないですか。それがねきっかけになってアーティストのことを好きになってもらう、これが一番ね幸せなことですからね。本当にありがとうございます。ユーヒーさんに出会わせてくれた P さんに感謝です。いえ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 、こちらの方がありがとうございますですよ。ユーヒーさんの曲も聴けて嬉しかったです。これからも楽しみに聴きます。ということでミカさんからでした。今後もですねユーヒーくんの新曲もねどんどん流していきたいですし、情報の方もね根掘り葉掘りしたいなと、あとはねゲストにまた出てもらおうかなと思っておりますのでね、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでミカさんありがとうございます。じゃあ次のメッセージ、岡ポンさんですね。 P さん今週もおはよう。おはようございます。先週の曲、なんとなく春、新しい生活が始まった応援的な歌かなって感じたわ。確かになんか前向きなね歌が多かったですしね。ユーヒーくんのバラードもしっとりとしていい歌だわ。ガンガン楽しませてくれる曲が多いイメージだけど、僕はねライブのこう盛り上げていく、ノリノリな曲もいいと思いますよ。でもユーヒーくんのねいいところはね、実はねバラードにねあるかなと思ってるんです。どうでしょうファンの皆さん。あー拍手がねたくさん来ましたねバラードの方にもねぜひね注目していただきたいなと。黒木くんも久しぶりだったね。かなり久しぶりに流しましたね。一歩一歩背中を押してくれるようなメッセージソング、こちらもアップ系が多いかなって思ってた黒木くんだったけどね、去年、黒木隆弘さんね、学園祭で初めて会ったんですよ。そしたら見た目とかそのノリが、アップテンポ系の曲とか、ノリノリ系なのかなと思いつつ、こうバラードとかね聴かせる系とかね、そこら辺でねこうギャップにやられる的なね、幅があっていいんじゃないかなと思います。大樹はまさに3位のエンターテインメントだからね、ゆるキャラみたいなもんですよね。誰からも愛されるゆるキャラ的な存在だけど、確かにほんと次のミュージックエモーションイベントには出てほしいわ。ということでね、今次回のミュージックエモーション日程などね、会場などもろもろ詰めておりますのでね、期待しておいてください。年内にねうまいことねはめれたらいいかなとは思ってますんでね。あとはねやっぱ企画内容ですよね。企画内容と出演者の方々、こちらの方が重要になってますんで、ぜひリクエストもね待ってますんでね、よろしくお願いします。あとはプレゼントか、特に思いつかんは P さんが使わないもの大放出でいいかもね。使わないもの大放出ありですね。
何せ買ってね、あ、今目の前にあるやつとかもパッケージから出してないのとかありますからね。もうシュリンクのまま、シュリンクってあのなんだろう、ビニールがこうかかったまま、製品版のままっていうかね、未開封のまま残ってるものもありますからね。それはありかもしれない。あとは各地のお土産とか、僕が出張行って全国各地に旅行行った感じになるし、ああなるほどね、うん、ここにいる人リアルに全国各地に行ってるかということで、オカポンさんからでしたけど、確かにねリスナーの皆さんライブなどで全国各地進出鬼没ですからね、うん、皆さんねいろんなとこ行ってると思いますんでね、僕よりもねいろんなこと知ってると思います。ぜひ教えていただけたらなと思います。そう、ここで一曲流しましょうか。聞いてください、ドクター指で挨拶ポッポ。ニョキ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 ニョポッポ、朝の挨拶してみよう、大きな声でおはよう、いい感じ、お昼の挨拶してみよう、元気な声でこんにちは、いい感じ、腹の底から挨拶すると、心も体もニコニコポカポカ嬉しいな、背筋をピン、挨拶するとシャキシャキ気合が入るんだ、タタタタタ、一三だ一三だ、はい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 、おはようおはよう、こんにちはこんにちは、こんばんはこんばんは、おやすみおやすみ、挨拶はきっとみんなに幸せを運んでくれるから、幸せを運んでくれるから、ララ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 、はい、ニョキ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 ニョポンポン、夜の挨拶してみよう、優しい声でこんばんは、いい感じ、寝る前挨拶してみよう、今日もありがとうおやすみ、いい感じ、みんなに毎日挨拶すると、心も体もウキウキワクワク楽しいな、お辞儀をピトン、挨拶するとイエイイエイ、テンション上がるんだ、ダダダダダ、イチサンダイチサンダ、はい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 、おはようおはよう、こんにちはこんにちは、こんばんはこんばんは、おやすみおやすみ、挨拶はきっとみんなに幸せを運んでくれるから、幸せを運んでくれるから、ララ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 、はい、いただきます、ごちそうさま、おかわり、ありがとう、ごめんね、バナナはおやつに入るんですか、わけわからん、はい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 、おはようおはよう、こんにちはこんにちは、こんばんはこんばんは、おやすみおやすみ、挨拶はきっとみんなに幸せを運んでくれるから、幸せを運んでくれるから、ララ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 、はい、
きにょ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 ポン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 。はい、聞いていただきました。ドクター指で挨拶ポッポーでした。さあ皆さん、ニョキニョキしてくれたでしょうかね。やっぱり一発目はね、朝なんでね、こういった曲で頭をすっきりさせたいものですね。さあさあさあ、次のメッセージいきましょうか。トモスさんからですかね。広島カープが優勝したから始まった歌、びっくり面白いです。大樹くんの曲だね。 P さん、おはようございます。今月の22日はユーフィー主催のイベントに参加します。お、いいじゃないですか。黒木さんの歌はいつも元気もらえますね。これからもお体ご自愛ください、ということでトモさんからいただきました。そういえばね、ユーフィーくんね、この山陰の方で5月7日ですね、鳥取県の方、倉吉の方なんですけど、パープルタウンでインストアライブをされるということでね。でね、この間までね、パープルタウンのホームページの方でなかなか情報がね出てこなかったんですけど、ようやくね、皆さん倉吉パープルタウンで検索をお願いします。今すぐね、検索よろしくお願いします。でパープルタウンのホームページが出てきましたら、イベント情報のところをクリックしていただくとですね、5月7日魂だユーフィーライブ、こちらね、告知書いてあるんですよ。5月7日日曜日ですね、13時と15時、会場がパータン広場、いわゆるね、倉吉にあるパープルタウンっていうデパートなんですけど、入ってね、入り口入ってすぐのところが吹き抜けになってたかな、確かなってて、まあ、そこですぐそこパータン広場っていうところで、ちょっと読みますとね、変幻自在のシンガーソングライター、兵庫県姫路出身、あと実績がね、ただーっと書いてありますけどね。ただいまね、山陰のね、テレビコマーシャルソング、まあ、僕と P さんとユーフィーくんがコラボしたね、楽曲も流れておりますんでね、もしかしたらその曲も当日歌われる可能性はね、ありますのでね、ぜひ皆さん、倉吉パープルタウンにね、ユーフィーくんのライブね、遊びに行ってください。ということで、次、行きましょうか。ユミユーフィーズさんからですね。P さん、こんにちは、こんにちは。日曜日は魂だユーフィーさんの高崎駅路上ライブへ行ってきました。群馬だね、すごいね。音楽の街高崎という言葉の通りいい場所で、ユーフィーの久々の路上ライブ、とても楽しい日になりましたよと。14時から19時までずっと歌っていました。体力あるね。歌を中断したのは、一度その場にいる人に挨拶に回ったほんのしばらくの時間だけで、本当にずっともうなんかワンマンライブみたいな感じだよね。楽しいトークも入れて、歌とトークで最高の盛り上げで、初めましての人もすごくノリが良くて楽しんでくれて、とてもいい日になりましたね。やっぱり音楽の街高崎ということでね、お客さん側もね、やっぱりその音楽に対する、なんだろうな、聞く準備っていうかね、心のね、そういう余裕があるんでしょうね。今は日々 TikTok ライブで毎日結構長い時間弾き語り配信をしてくれるし、すごく頑張っていますね。ほう、頑張るね。願い、久しぶりにラジオで流れて嬉しかったです。ありがとうございました。初めて出会った日に聴けて心に響いた思い出の曲ですし、本当に素敵なバラードですね。黒木隆弘さんのパワーのある曲も聴けてよかったです。とても楽しかったです。ありがとうございます。ということで、ユミユーフィーズさんからでした。いや、すごいね、ユミユーフィーズさん。毎週旅行みたいな感じじゃないですか。いやー、すごいよね。ファンのパワーはね、すごいよ。うん。まあ、そのね、ファンのパワーをいただいてね、まあ、我々だったりね、アーティストの皆さんはね、頑張りますんでね。いい、なんだろうな、こうサイクルが生まれますよね。はい、ということでね、次のソーセージいきましょうかね。白鳥愛子さん、ユビ先生もしもしクリニック聞きたいです。わかりました。それでは聞いてください。ユビ先生でもしもしクリニック。
自動扉が遅く感じた。早く先生この子を見てください。ここにいるよ、慌てないでね、ちゃんと必ず直してみせる。失敗ないよ、怖くないから、先生はあなたの味方だから。もしもし、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 お口をわんと開いて、うんうん大丈夫、うん大丈夫。もしもし、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 チクッとするけど頑張れ、これで大丈夫。風邪とはウイルス感染に伴う発熱、頭痛、鼻水、咳、下痢、嘔吐などの総称である。これらを治すには十分な睡眠と食事摂取が重要である。レッツゴー。鼻水が出ます、咳も出ました。ちょっとお腹が痛くてブカブカします。耳鼻です。肺炎じゃないか、包丁じゃないか、早く先生この子を見てください。早く。ここにいるよ、任せといてね、ちゃんと必ず良くなるから。心配ないよ、ちょっと待ってて、今いいお薬を出してあげるから。ちょっとうがいしとこうか。ガラガラで。もしもし、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 お胸の音はどうかな、ドキドキ大丈夫。いい音、いい音。もしもし、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 ちょっと苦いけど頑張れ、これで大丈夫。まだまだ行くわよ。もしもし、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 お口をあっと開いて、もしもし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 、チクッとするけど頑張れ、これで大丈夫、大丈夫、大丈夫、これで大丈夫、大丈夫、大丈夫、先生がいるから。ありがとう先生。はい、聞いていただきました。ゆび先生でもしもしクリニックでした。さあメッセージ戻りましょうね。ともさん、プレゼントリクエストは特にないのですが、いただいたお財布息子がしっかり使ってます。嬉しいな。そういうのめちゃくちゃ嬉しいんだけど。ちゃんと使ってくれてるんだ。20代には少し贅沢なものですが、しっかり使い込んでます。嬉しいね。で、20代には少し贅沢かな、どうでしょう。いや全然贅沢ではないと思いますよ。まあ P さんが持ってたあげたっていうことで、まあ、すごいねプレミアムはねついてるかもしれませんけどね、まあ、5000万ぐらいはするかもしれませんけどね、うん、しっかり使い込んでいただいてありがとうございます。ということで次はイクさんのメッセージですね。ありがとうございます。 P さんこんにちは。こんにちは。わー、魂だユーフィーさんの曲願いが流れて嬉しかったです。ユーフィーさんがソロになって初めて作られたバラードで、最初路上で初めて歌われた時に、ああこんな曲も歌われるのだな、切ないけど素敵な曲って思ったのを今でも覚えています。ありがとうございました。心に残るね一曲なんでしょうね、うん、願いも聞かせる曲でしたが、黒木隆弘さんのファーストペンギンと門脇大二さんの朝日も聞かせる曲です。もう聞かせる曲週にしました。聞かせる曲ウィーク、3曲とも聞き入ってしまいました。音楽番組なのをすごく感じました。ディスってないですよ。まあ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 、たまにはねちゃんとね曲流しますよ。え、門脇さんまだ生で聞いたことないですし、次回ミュージックエモーションのライブがあったら聞いてみたいアーティストさんの一人です。ぜひね次回ねお声かけ頑張ります。 P さんがミスターチルドレンさん好きなのは以前聞いたことがあるので知っていましたが、どんな曲歌われるのか聞いたことはなかったけど、
花火歌われるのですね、素敵だろうな。いやいやいや、今度ねカラオケ行くしかないですね。じゃあね、なかなかそんな機会ないだろうけど聞いてみたいって思いました。取締役の方はカラオケで中国語の曲を歌われていたんですよ。私も中国語の音が好きで中国語の歌を歌ったりすることあり、はあ、どんな曲だったのかすごく気になりました。曲名は分かんなかったんだけど、なんか中国によく出張に行ってたらしくて、その時にその何でしょうね、同僚の中国人の方とかがね歌を歌ってて、それを覚えたみたいなんでね、中国では人気のある曲かもしれませんね。プレゼント企画ある予定なんです。はい、それは嬉しい。前回当たった財布を愛用させていただいており、2年目に突入しました。ありがとうございます。革製品とかもいいですね。またいいですね、秋冬はマフラーでも良さそう。何でも嬉しいですよ。わかりました。そういえばいただいた米子子どもクリニックのクリアファイルのキャラクターを探せは20分探したけど7つともキャラが見つかりません。あれ本当にいますか？います。また探してみます。いや絶対にねいるんですよ。7つのキャラクターものすごくね難易度が高いんでね、ぜひねもうちょっとねゆっくりゆっくり、もう穴が開くまでね探してみてください。いますんで。紹介したいアーティストさんは多分茂田元樹さんかな。以前日野江翔英さんが出演されていたライブイベントにその方も出演されていて知りました。その後翔英さんと2人でライブをされたことあり、その配信のお仕事をユーフィーさんがされていたかも。おー、いろんな仕事してるな。ギター弾き語りのシンガーソングライターさんです。気になるね。歌も上手ですし曲もとても良くて引き込まれました。テーマソングという曲とか聞きやすいですよ。そして3位でもライブされてる情報は目にしていて、最近だとミュージックエモーションのライブあった3月12日に出雲アポロというライブハウスでイベントに出られていたみたいです。ちょっと運命感じるね。茂田さん出雲にいらっしゃってるなと思ってましたね。少しお話もしたことありますが、物腰柔らかく優しい方でした。よかったら茂田さんの曲よろしくお願いしますということで、早速アポイント取りますんで今しばらくお待ちくださいということでね、今日はねもう一曲だけ流しましょうね。茂田さんじゃないけどね、このねお方のね曲を流したいなと思います。聞いてください。早く夏来ないかなということで、魂だユーフィーでサマーデイ。サンシャイン降り注ぐ日差し、真夏の北京ゲー、ビキニ姿のセクシーガール、最高のサマーね。えお暇な方はこっちへおいでよ、乾杯。ひと夏思い出作ろうさ、 Let's go party night、yeah、 おしゃれなミュージック DJ、 シェイキンシェイキンバーテンダー、このまま明日は来なくても OK OK Yes Yes Feeling good、 そのまま Feeling good、 このまま Feeling good、 僕に Feeling good、 預けて。One chance、 そんな気持ちで、 Yeah、 おしゃれなミュージック DJ、 シェイキンシェイキンバーテンダー、みんながみんなを応援、 OK、 このまま帰るの No No Feeling good、 このまま Feeling good、 二人で Feeling good、 どっかに Feeling good、 行かないか、壁に座る君の姿見とれてる、朝以降のサマー Feeling good、 そのまま Feeling good、 このまま Feeling good、 僕に Feeling good、 任せて Feeling good、 Feeling good、 Feeling good、 そのまま Feeling good、 どっかにWe'll be right back.
はい、聞いていただきました。魂だ夕日でサマーデーでした、まあ、ここのところね、春になって、まあ、しばらく経ちますけどね、やっぱり寒暖差がねすごいっていうか、昼は暖かくて夜は、まあ、ちょっと寒い日もあったり、朝ちょっとね冷え込んだりとかね、あとは雨降ったりね、まあ、ちょっとね気候が安定しないんですけども、これから5月6月とかね、6月ぐらいになったらねもう夏っていう感じがしますけどね、はい、やっぱり夏といったらイベントシーズンもね本ちゃんになってくるのでね、これからいろんなミュージシャンアーティストの方々ライブを行われると思います。なのでね、そういったねアーティストさんのライブ情報も含めていろんなね情報を出していく中でね、いろんな曲も流していきたいなと思いますので、あのイクさんみたいにねどん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 いろんなアーティストさん紹介ください。僕もねなかなかね通常のね仕事の合間にこれ撮ってるんですけども、ちょっとねそのいろんなアーティストさんのねピックアップなかなかねできるところとできないところがありますので、よかったらね皆さんご協力よろしくお願いします。もちろんねインディーズメジャーもう全然ね気にしないです。はい、あなたのおすすめのアーティストさん教えてください。僕もねどんどん応援していきたいなと思います。あとはねプレゼント企画なんですけども、皆さんどしどし、意見ご要望寄せてください。あのね財布をね以前プレゼントしてみたんですけども、まだね使ってくださってるということで非常に嬉しく思います。またね革製品というかね、やっぱり、まあ、今はあれじゃないですか、新生活4月なんでね、まあ、名刺入れとかもありなのかな、名刺入れとか、あと最近僕ねお財布をね使わなくなったっていうか、全く使わないわけじゃないんだけど、結局財布はねほぼカードケースみたいなのしか使ってなくて、あのクレジットカードほんと1枚入ってればいいわけじゃないですか。あとはまあスマホかな、うん、キャッシュレス決済っていうことでね、あとは小銭がちょびっと入ればいいみたいなね、まあ、そういったものもプレゼントしてもいいのかなと思いつつね、あっという間のね30分でしたね、皆さんのメッセージお待ちしております。はい、それではですね、また来週、今回も P さん一人でした。それではね、みんなまたねー。